さあ、やっていこうか。 ELO マジで当たんねえな、こいつ。ほんと当たんねえな。どうしたらいいんだマジで。ちょ、これさ、ちょスナイパーライフルをまず俺が使うっていうこと自体がもう奇跡だよな。これ後ろくっくるんじゃない。外れた。危ない。もうこっち後ろこことか来るんじゃないですかね。いや、なんだよこのサイト、よく見たら。あーい、もうなんかまあイエローなんで近距離は。え、うっす、今の当たらんので。いやー、もうイエローなんてなんでスナイパーライフルにつけたんだよ。ボングが止まらないね。はい、やった。じゃあこのまっすぐ行って、あ、まだまだ隣にいたよね。あ、これむずい。なんでそのとこにいるん。当たるんだな。当たれば一発なんだよね。あ、今の外した。キルできないよ。もうな、スナイパーライフルはダメだよ、やっぱ。マジで。どうしよう。うわ、どうしようかな、これ。いやー、呼吸もっせえな。危ねえ。おーっと、来るか。ラップス出たな。ラップス出たな。敵だよな、それ。おそらく敵だよな。うん。ちょっと、ラピッドファイヤー遅い。ラピッドファイヤーつけて遅いんだよな。勘弁してもらっていいですかね。来るかな。コンカッション当たって、クイック当たるんですよね。どうですか、どうですか。もう一回でカード出しも、あと一回でいいよ。ダメだ。ダメだって、俺のエイムが悪いだけなんだよな、それ。大丈夫。どうしようかな、これ。ボツかな。さあ、ということでやっていきましょう。ローカスのボルトアクション、ボルトアクションのスナイパーライフルの腰打ち縛り。いや、クロスヘアがさ、端っこすぎてさ、もうめっちゃ広くないこれ。これレーザーもついレーザーないしな、スナイパーライフルに。まあ要するに、まあ敵の近づいていってキルしていくしかないんだけどね。まあでも連射が早いから、まあまだでもまだ可能性としてはなくはないけどね。可能性ゼロやけど。当たらなすぎやろ。どんだけ当たんねえんだよ今の。ほぼ入ってたぞ中に。なんだよスナイパーライフルの腰打ち縛りって。どういった。ふざけんなマジ。ほっ、あ、これちょっと無理やな、これは無理やな、この縛りは。さあ、じゃあ今日の縛りはですね、まあ不正移動なんですけども、これまあ言われてね、まあなんていうんですか、実際にやってみるってね、非常に大事なんですけど、これちょっと地味すぎひんか、ちょっと。これちょっと地味やな。これ見てておもろないな、これ。これ面白くないな。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛りプレイは、水平1、垂直14縛り。まあ何のこっちゃって話ですよね。まあ、水平1っていうのは、まあ、感度のことなんですね。このゲーム水平、まあ、横の感度と縦の感度が同時にいじれるということで、まあ、そういうことなんですけども、いじれるので、まあ、それの1という14ですかね。これ正直無理だな。まあまあこういうことですよね。どういうことですか。横に動くのが遅いけど縦が14みたいなね。こ
これもうやってる本人めっちゃガクブルするよ。そうなんですよ、横の移動ができないわけだから、あの、まあ、要するにエイムがもう縦しかで、ちょっと画面これすごいよこれ。おおすごいよこれ。斜め入れたらダメなんだよね。斜め入れても縦あの感度があれなんで、あの感度があれなんでって意味わかんないんだけど、いやちょっとこれ待って、この縛り、いや無理かこれ。敵の確認するのが無理やなこれ。こう上下が本当に敏感。右へ、エイムした時にもまた感度が遅くなるわけだから、水平の、いやふざけんななんだこの縛りはおおちょっとマジで、ちょっとこれ少しの斜め入れたら上下なんじゃんかよ。ちょっともう、いやこれちょっとこれひどいな、これひどいな、いやこれちょっとダメだ、これは無理だ、これダメだ、あのダメだ、これ見てる方もあんまりあれだ、ダメだこれ。